塩屋に続きまして、バスは一ノ谷へと入ってまいります。一ノ谷と申しますと、全国各地で起こった源平合戦の古戦地の一つでございます。特にこの一ノ谷で命を落としたのは平の敦盛という平家の陣立でございました。まもなくバスが差し掛かります。すぐ左手に敦盛の銅塚がございます。ほんの一瞬で通り過ぎてしまいますが、皆様ぜひ探してみてください。ポイントは、左手に大きな木の茂みがありまして、その手前、左ちょっとこう振り返るような感じでご覧いただきますと、私たちの背丈よりも大きい石がいくつも積み重なった五輪の塔をご覧いただけると思います。では一瞬ですよ、まもなく左手、平家の陣立敦盛の銅塚ご覧いただきます。では見えてきたこの木立の手前です。手前の道、左ちょっと振り返るような感じでご覧ください。3、2、1、はい、ご覧いただけましたでしょうか。で、通っていくここがまさに源平合戦の戦場だったわけですけれども、すぐ左、まあ、いわば北は山、そして南、その右は海、この辺りまで追い詰められてきた薩摩の神忠盛、さて源氏がどこから攻めてくると予想したでしょうか。一般的に考えれば、こんな急な山からはなかなか攻められへんし、海は広すぎる、どこから来てもまあ分かりやすいということで、平家は東西を固めたと言われています。その裏をついたのが源の義経でございました。左に続く山の方から坂落としという奇襲作戦により陣屋に火をつけることに成功。平家はここを追いやられて追放されていくわけでございます。この時、自分の宝物であった青葉の笛を忘れたことに気づいたのが、先ほど銅塚をご覧いただいた敦盛でございます。笛を取りに戻って、さあ自分もいざ海を越え淡路へ逃げようとしたところ、源氏の熊谷次郎直実に呼び止められ、ここで最後を迎えることになりました。さて、敦盛亡くなった後は、源氏の武将熊谷次郎直実に葬られることになります。ご紹介しましたように、胴の部分は先ほどの場所に、では首輪と申しますと、これから通ってまいります左、山の中にある島寺というところに葬られています。モニターご覧ください。こちらです。歴史を感じるようなお寺ですね。さらにお寺の境内には、お寺の中にはこのように源平の合戦を再現したような源平の庭というのがございます。ご紹介しました平の敦盛というと、モニター向かって左側、海の方へ逃げていく様子がご覧いただけます。ではこの右側、砂浜の方にいるのはというと、源氏方熊谷次郎直実です。この敦盛が大事にしていた青葉の笛は、現在須磨寺の寺宝として保管されています。正面の信号の手前、左側、見えますでしょうか。こちらです、須磨寺。右手、見えてまいりました。須磨海浜水族園は人気のスポットです。ご覧のようにお隣全部工事しているのがご覧いただけますね。2021年4月より本館以外の工事が行われています。2023年には一旦閉園となりまして、2024年再オープンだそうです。ここは昭和32年完成した当時、東の上野、西の須磨と言われたほどです。特に人気なのが右手、ここはモニュメントですけどね、イルカショーが人気で、それをイメージしたモニュメントがございます。バスは須磨区から続いて長田区へ入ってまいります。さあ、長田区と申しますと、平成7年に発生しました兵庫南部地震、通称阪神淡路大震災の際、火災が発生しまして一面火の海となった町です。
ご覧いただきますと、もうそのほとんどが完璧に復興していると言っても過言ではないんですが、平成21年震災の後、町の復興とさらに長田区の商店街活性化を願い、鉄人28号の大きなモニュメントが設計されました。鉄人28号、なり手です。向こう向いてますけど、えいえいおーのポーズ、お分かりいただけますか。周りにいる人が本当に小さく見えますね、はい、この左、建物のないところからご覧いただきます。はい、ご覧ください。ナエビアスタジアムです。あ、入り口にはヴィッセルの選手の写真がありますね。センターはスペインから移籍されましたイニエスタ選手です。バスは JR 神戸駅に差し掛かっております。左手の高架が JR ですね。正面にはガラス張りのビル、クリスタルタワーも見えております。そしてここから少し高台へ上がってまいります。アマケバイパスと呼んでいて、神戸の景色がとっても綺麗に見られます。どうぞお楽しみください。早速ですが、右手続きます、大きなショッピングセンター、この一帯がハーバーランドと呼んでいます。右に見えてまいりますのは海への一体駐車場です。海への A には実は4つの意味があるそうです。エントランス、エンターテインメント、エンジョイ、そして笑顔海へ行こうというキャッチフレーズのもとリニューアルをしました。その奥モザイク、ここもハーバーランドですね。そして神戸の港がよく見えています。すぐ右にご覧いただけますのがラ・スイート神戸、5つ星ホテルとして知られています。さらにすぐ右手、こちらも白い建物、ノートルダム神戸、オーシャンビューの挙式ができるということで人気の結婚式場です。そしてポートタワーいかがですか。神戸のシンボル、高さは108メートルございます。その奥、丸い半円型の建物はホテルメイケンパークオリエンタルホテルです。白い波、海からせり上がる波をイメージしているそうです。すぐ手前、その高い建物はホテル大倉神戸、高さ135メートル、35階建て。通ってきました、この右手一帯がメリケンパークと呼んでいます。いかがですか、神戸の市、そんな景色が見えておりますね。ではここで左に視線を移してください。カメラさんお願いします。はい、石造りの重厚な建物や少しでも高い建物など密集した一帯が旧居留地でございます。明治以降開港された神戸の町に移り住んだ外国人の方たちがお仕事をされた、そのオフィス街のイメージです。そして続いてより高いビルが一段と見えてきましたが、神戸三宮のエリアです。左奥の方に屋根が三角に見えるようなガラス張りの建物、神戸の市役所、高さ132メートルです。奥の方にもビル群が見えてまいりました。ポートアイランドという人工島でございます。こちらの人と防災未来センターでは、震災当時の資料も合わせておよそ7000点が展示されております。震災があった直後から時系列ごとにどんな状態が続いて、どのように復興活動が行われたのか、そしてどのように現在に至るのかまで順を追って紹介しています。さらに震災について学べるという点に関しまして、他にも防災、減災についても学べる、そんな施設です。阪神淡路大震災と申しますと、平成7年1月17日午前5時46分、淡路島北部を震源地としまして、震度7、マグニチュード 7.3、大きな地震が起こりました。この通っております神戸も大きな被害を受けまして、その当時のことを後世に伝えるためにこのような施設が作られています。この先はトンネルに入ってまいります。神戸港島トンネル、今向かっておりますのは、先ほどちょっと遠くからご覧いただいた
ポートアイランドです。2回工事が行われ、今の大きさになりました。総面積は436ヘクタール。甲子園球場で例えますと120倍。ちょっともうこの球場何倍とると余計わからなくなってしまうんですけど、とにかく広い敷地でございます。正面をご覧ください。モニターですね。神戸大橋、長さは319メートルです。この神戸大橋からのロケーション、最高です。左前方ご覧ください。先ほど真横で見てきたポートタワーですとか、海へモザイクとかいろいろね、人気の観光スポット見えてます。総称してメリケンパークとかスノークハーバーランドと呼んでいます。いくつかクレーンが上がっているのもご覧いただけますが、川崎重工の造船工場のエリアでございます。こう見ても広い敷地を持ってるなっていう感じですけれど、まずは神戸大橋を渡りまして、正面三宮エリアへと入ってまいります。ここでも正面に続く山並みは六甲山脈、東西約30キロ、30キロに続きます。右前のあたりが主峰の六甲山、標高は931メートル。六甲山といえばいろいろ有名なものはありますが、ちょっとせっかくなのでモニターをご覧ください。この夜景なんか特に綺麗ですよね。100万ドルの夜景とか1000万ドルの夜景というふうに形容されます。またこの六甲山の向こう側、関西の奥座敷とも言われる人気の有馬温泉もございます。さらにこの六甲山の湧き水を使って作られるお酒、日本酒の王座灘の酒蔵、灘のお酒も六甲山が関わっています。ではここまで拙いご案内で行ってまいりましたけれども、久しぶりの案内ですごく緊張しました。次はお客様と一緒に行きたいものです。では変わります。Oh, oh, oh.